武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は東京学芸大学の物理基礎物理の勉強について話していきたいと思います。学芸大学の物理はですね、初等教育中等教育が基礎科目と発展科目1科目ずつ選択、異なる科目で選ばなきゃいけないという形になっており、環境教育は基礎科目2個選ぶ形になっています。で、物理基礎と物理基礎物理という形で2つあるんですが、この2つに関して大問1つは共通となっていて、大問2つが物理基礎の範囲は物理基礎の範囲で、物理基礎物理は物理の範囲でメインがですね出題されるような形になっております。で、物理基礎に関してはやはりそのセンターやそれのちょっと発展問題程度の難易度なので、基本センター対策の延長線上でできるような難易度になっております。で、物理に関してはちょっとやはり難しめな問題が出るので、センターレベルだけではちょっと厳しいかなと思うので、マーチレベル程度の問題集まではちゃんとやっておいた方がいいかなという形ですね。余裕があれば総計問題のレベルまでやっておいても、科目自体が少ない大学なので、発展科目でちゃんと点稼ぐのであれば、やっておけばちゃんと完答できるところまで知識がつくかなと思います。物理は大問3題、物理基礎もですね大問3題で、出ているものとしては基本的に力学は必須で出ておりますが、2015年に物理基礎物理の方で原子が出題されております。なので今後もそのこちら電磁気と一緒に出ていた形なので、ただ今後もおそらく出る可能性は高いと思っておいた方がいいでしょう。で、出題形式としては基本的に計算過程など残さなきゃいけない論述形式となっております。で、図の出題も結構多く、証明だったり論述が出されることも多いので、記述力がかなり求められる試験だと思ってください。なので先ほど物理基礎に関してもセンター程度の知識があればって話はしましたが、だからといってセンターの問題の形式で解ければいいというわけじゃなくて、ちゃんとこの大学に合わせた対策をしていくことが必要という形になります。なので標準問題、基礎的な問題を解けるようにするのが大前提となるんですが、それをちゃんと記述論述で解くプロセスから含めてちゃんと書けるように心がけておきましょう。以上が、物理基礎物理の勉強となります。